光学は光の振る舞いと性質及び光と物質の相互作用について研究する物理学の一つの部門。光学現象を説明し、またそれによって裏付けられる。光学で通常扱うのは電磁波のうち光と呼ばれる波長域である。光は電磁波の一種であるため、光学は電磁気学の一部門でもあり、電波や X 線。 マイクロ波ドどと類似の現象が見られる。光の量子的性質による光学現象もあり、量子力学に関連する、そのような分野は量子工学と呼ばれる。工学の分野は独自の学会を持っており、また独自の学術集会を開催している。純粋科学としての工学は光科学、または鉱物理と呼ばれる。応用思考の工学は応用工学。 または光空学と呼ばれ、特に照明に関する応用は、照明工学と呼ばれる。それぞれの分野は、その応用、技術、思考性などが異なりがちである。光空学における、近年進展が著しい分野には、フォトニクスあるいは、光エレクトロニクスと分類される分野もある。これらの分野と、工学との間の境界は、しばしば不明瞭であり、地域や産業分野によって異なった。 使われ方をする。光の実世界への応用は幅広いため、光学は他の科学技術の分野と相互に関連し合う傾向がある。このため、電子技術、物理学、心理学、薬学などいろいろな分野の一部として光学に出会うことがある。気化光学は光の電波を光線に基づいて記述する。光線は異なる倍質の接合面で折れ曲がり、また、 バ出の屈折率の位置による変化によって曲がる。波動工学は光を波動として扱い、諸現象を説明する。気化工学の光線は物理工学の波面に垂直である。特に光は波動の中でも電磁波であるということを重視し、マクスウェル方程式に基づいて光の性質を論ずる工学を電磁工学という。電磁工学は 波動工学の一部とみなされることもあるし、波動工学よりも一歩進んだ工学とみなされることもある。現代工学とは20世紀に広まった光の科学と技術の領域を指す。これらの光科学の領域は光の電磁気学的及び量子力学的性質に関連する。虹や蜃気楼やグリーンフラッシュは工学現象の例。望遠鏡、光学顕微鏡、 カメラなどは光学機器の例。光学機器を構成する素子を光学素子という。基本的なものとしては以下がある。サイエンスフィクションなどに登場する光学明細も研究はされているが実現には程遠い。ありがとうございます。